手のひらサイズ。おー、一応捕まえてきたんだけど、ちっちゃいが、ちっちゃいでしょ。おー、入る。ノータコ。オッケー、ノータコになりました。悔しいな。まだわかんないよ、ノータコかどうか。そこに希望の光が、希望がもう一人、まだもうちょっと出てる。じゃあちょっとドローンでチェックしよう。なんか取ったか。取ったか。取ったのか。なんだ。何が起こった。何が起こった。何が起こった。手のひらサイズのタコ。手のひらサイズ。おお。一応捕まえてきたんだけど。ちっちゃいが。ちっちゃいでしょ。おお。これ今日3匹見つけたんだけど。見つけたんだけど、いずれもちっちゃいのサイズが。これダメなサイズ？そう。リリースサイズ？リリースサイズ。リリースサイズなんだ。そう。これすごいちっちゃい。ワンパウンド以上じゃないとダメ。そうだ、ワンパウンド以上だもんね。だからね、大きくなって帰ってこいよ。そういうことか。そう。今日3匹いた。さあ。ね、もう一匹これよりちょっと可愛かった。可愛いけどね。なんかね、やっぱでかいの取られちゃってんだね。そういうことか、うん、全然ダメだった、寒くて。あ、ほんと。まあでもタコが見れたね。ちょっと見して、タコ。そう、タコショット、タコショット、ちょっと見せるために、見せるためにね、持ってきてくれた。うん、ほら。じゃあね、バイバイ。バイバイ。逃がしてくるわ。どんなとこにいた？1匹目はね、あの地面、砂地のところの上にこう、うん、ちょっとリーフがあるんだけど、はい、そこの穴っぽでなんとなくボヨボヨっとしたのが見えたのね。で、一瞬赤黒く見えるのよ、うん、で、それをちょんちょんってつくと、あ、タコだやっぱり。で、そこでスピア1回置いて、うん、で、GoPro もなんとか引っ張り出してちょ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 ってやると、うん、タコがビューって出てきたら、やっぱりね、ワンパウンドなかったから、あ、そうか、これリリースだなって。ちょっと追っかけてって、うん、で、次のね、このリーフにこう逃げ込むところ、そういうところがね、一応追っかけたんですよ。産卵シーズンの後とかなのかな。そうなのかも。そう、ね、ジビちゃんってこと。タコはね、11月ぐらいがちょっとシーズン的にちょっと早いんだね。そうそうそう。ノーフィッシュじゃなかったから。ノーじゃないね、一応。じゃあ今回はこういう結果ということでよろしいでしょうか。かける3にしようか。スモール、タコ、3。かける3、うん、一応ね、うん、はい、リリースも含めて。そうです、今回はスモールタコかける3ということで。でもたこ焼きならずですね。でもそこは大丈夫、たこ焼き用にタコがストックされてます。イエーイ。たこ焼き、たこ焼きいきましょうね。OK、じゃあ帰りますか。タコからのノータコになって、スモール3タコになりましたよ。
ここまでは俺としのぶちゃんのここ達人あ、半熟だねミスター半熟だ。次次そうだよね。わー綺麗だね。すごい綺麗。水も綺麗。超綺麗。いや今日なんかそうよ、でかいのとかいたら絶対見えるくらいのクオリティだもんね。確かに少ない、数が少ないのと、まあ、危ないよ。タコ付きの帰りは必ずここでしょう。タコベル、またです。パターン化してますえ、何カルオティックとかもあんの？へえ。俺はね、ワンナンバーワンワンナンバーツー。いや眠いっす。寒すぎた。海から上がり今度は暖かくなって眠くなって腹減ってるという。本当にやばい、原始的。そしてこの後アラン・デイビスに向かうという。はい、でっか、見てこれ、でっかいよ。タコが入ってる。タコ、それスリースモールタコじゃない。今年タコは3つ、三つある。うん、大丈夫。あ、スリースモールタコっすね。そうそういいそういい。おお。完璧じゃん。おお、スリースモールタコス。完璧だね。うまいね。しのぶちゃんとはここでお別れです。ありがとう、ね、ラッキーバーバー、3年バーバー。栄養を補給してまた海に戻ります。次の漁場に行く。次の漁場。漁はい、ありがとう。よし、じゃあ次の漁場じゃない、漁場か。行ってきて。スリースモールタコス。今日の成果。まあ C か。そうか。そうだよ。C だね。そうだよ。こっちはスペルミス？あ、そうそういうことだね。はい、ありがとうございました。じゃあ行ってらっしゃい。行きます。じゃあね。頑張って。ありがとうね、長い道のり。わかりました。という感じで。皆さんお分かりいただけましたでしょうか。結構水の中でやるのはハードです。